こんにちは。シュワーツ佐野さんのアシスタントを務めている村上です。今回は、2018年9月1日に公開した記事で甘い話に惑わされるな副業掲示板に出回る怪しさマックスの仕事5選とはという記事についてお話ししたいと思います。シュワーツの佐野さんは副業で転売・背取りを始めて脱サラしました。 副業を始めようと思ってインターネットや街中で情報収集すると怪しそうな副業がたくさん出てきますよね。楽してお金を稼ぐことはできませんがそれでも楽してお金が手に入ったらいいなぁと考えてる人は多いです。よく街中で高収入のアルバイト広告を見かけますがあの中にも実は詐欺なバイトがあります。 実際に街中のバイト広告主に連絡を取ってみた動画があるので、こちらをご覧ください。動画タイトルは、街で見かける高収入バイト広告を見て電話すると詐欺だった、です。こちら、当サイトにお越しくださいまして、プチッとクリックすると、こちらの動画ご覧になることができます。このような人間の欲につけ込んだ甘い話に乗せられ、騙されている人が多くいるのも事実。 今回はそんな甘い話に騙されないために、副業掲示板にある怪しい副業をお伝えします。怪しい副業情報に惑わされないよう、こちらの記事をしっかりと読んでくださいね。それでは今回の目次です。第1章、第2章、第3章、第4章、第5章、 そして、第6章。今回は6つの章でできています。それでは早速。第1章。副業掲示板とは副業掲示板って何副業掲示板とは、本業以外の仕事、括弧副業の情報交換を行う場所のことです。 副業の情報交換というと聞こえはいいですが実際にはお金儲けの情報交換という方がしっくりくるかもしれません副業といえば手軽にできて気軽に挑戦できるものそう考えている方も多いのではないでしょうかしかしとりあえず適当にトライしてみようなんて軽い気持ちで副業掲示板を利用すると痛い目にあってしまうかもしれません 副業掲示板のの一体何が問題なのかを今回お話ししていいいきたいと思います副業掲示板を利用する前に以下の記事を読んでいただき安全な副業の見つけ方を覚えましょうこちらでは副業のおすすめランキングを紹介していますので併せて読むことをお勧めしますポイントおすすめ2018年主婦が稼ぐ副業ランキング上位7つをご紹介 こちらの記事も当サイトでプチッとクリックいただけますと、ご覧になることができます。私も過去に後悔した覚えがあります。どんなうまい話にも必ず裏はあるので、見極める力が必要です。第2章副業掲示板で出回る仕事は怪しい副業情報はどれを信用すればいいの 副業掲示板で出回る仕事は簡単,簡単に小金稼ぎができるそんな甘い言葉がよく飛び交っています小金というのはちょっとしたまとまった額のお金のことです情報商材を取り扱うことの多い副業の中で確かにきちんとお金を稼げる仕事が存在するのも事実ですしかし中には騙され お金を稼げるどころか、大金を取られてしまうことも。情報商材についての相談でよく利用されているのは、消費者相談室です。その消費者相談室によると、平成29年度上半期の消費者相談件数は3699件だそうです。これを1年分に変換し日割りすると、 1>, 1日におよそ20件ものペースで消費者相談が行われているのですこの数字を見ただけで日常的にネットビジネスで詐欺が行われていることが分かりますねとはいえ副業掲示板で紹介されている副業が全て怪しいと断言できるかといえばそうではありません中には怪しい副業があるので 注意してほしいということです具体的にどうすれば怪しい副業かどうかを見分けられるのでは実際に副業掲示板の中にある怪しい副業とは何なのか怪しい副業を見極める5つのポイントをご紹介します第3章具体的に掲示板で紹介されている怪しい副業5選 怪しい副業大公開副業掲示板の中で怪しい副業かどうかを見極める5つのポイントがこちらです詳細がほとんど書かれていないまずはメールや LINE に連絡をくださいといった書き込みには要注意です違法行為を堂々とネットに書くと警察に捕まってしまいますそのためこういった業者は 個人間のやりとりで被害者を騙そうとしているのです。また、個人的にやりとりできるアドレスや LINE の ID を教えてしまったが最後、簡単に稼げる、今だけ特別など理由をつけてかなりしつこく誘われます。簡単にできますが歌い文句。簡単にできますが歌い文句の以下のような案件は怪しいです。 ツールを使って1日ワンクリックで LINE に登録するだけで時間があまりないけどそんな気持ちにつけ込むようにこういう募集文が書かれています当たり前ですが楽して稼げる仕事はありません今不労所得を得て自由な生活をしている人も もちろん過去には血の滲むような努力があっての上での今です通常の会社に勤めて稼ぐことは簡単に稼げるとは思わないですが副業と聞くと途端に簡単に稼げると思ってしまう人が多くいます少し考えればわかることですがなぜか副業は稼ぐハードルを下げてしまう魅力があるようです募集分がコピペ 副業詐欺のほとんどはたくさんの募集をかけ一部の人からお金を騙し取ろうとします。そのため、まずは様々な場所にコピペ文章で募集をかけることが多いのです。掲示板で見かけた文章をそっくりそのままコピペで検索をかけてみると、いろんなところで同じような募,募集が行われていることがあります。なので、もしこの募集に応募しようかな、 と迷ったら一度検索をかけてみると副業に騙される被害を未然に防げるかもしれません絶対に稼げますという表現には注意絶対に稼げる絶対に利益が出る絶対に元金は保証するなどあとかもあなたは一切損をしないような断言した文言で誘ってきますですが 金融商品取引法の各種禁止行為金融法第38条で不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為というのは禁止されていますそもそも金融商品取引法すら守れていないような誘いは絶対に避けましょう「絶対に稼げます」と断言された副業は株や FX などの投資に多いので 注意してください。ということで、時間になりましたので、こちらパート1は一度締め切らせていただきます。また、さらに詳しい情報を、シュワーズさのの公式 LINE アットマークで配信しています。LINE にご登録くださった方には、なんと今だけ、期間限定で、無料で、儲かるお宝商品リスト20銭もプレゼントしています。 ぜひ l i n にご登録くださいねそれではパート2でお会いいたしましょう